あ、では一旦時間になりましたので、はい、本日のウェビナーということで、温故知新の知恵から学ぶ、日常の備えというところの日常の備え編ですね、というところで、レジリエンス、ユースレジリエンス研究所の4人でお送りさせていただきます。私はまた、担当させていただきますのが、日枝光と言います。ファシリテーション、主に司会進行というか、進めるところをさせていただきます。で、講師の上馬場先生、を、では、上馬場先生、まず、よろしくお願いいたします。今日で第2弾って、前回ちょっと、バタバタしてたもんですから今回は少し、もう少しまとめぼってご紹介したいと思います。よろしくお願いいたします。はい、上馬場先生の詳しい紹介はじゃあ、ユースレジリエンス研究所の代表理事をしてくださっている平賀京子先生にお願いしたいなと思います。はい、上馬場先生の詳しい経歴っていうのは皆さんに お送りしているブログのリンクのとこから見ていただければいいかなと思いますけれども、上馬場先生はお医者様でいらっしゃり、東洋医学も教えていらっしゃったりとか、アイルベーダの研究を長年されていらっしゃるということで、そのアイルベーダの中でもその生きる知恵みたいなところをいろいろな方にですね、多くの方にお伝えしている。例えば寺小屋みたいな形でお寺を使いながらより必要な情報を必要な方に届くように、そんな形で幅広い活動をされている先生です。なのでその先生から私たちがこうやって日常の知恵を教えていただけるというのはすごくいいチャンスだと思いますので、この1回ユースレジレンスっていう社団法人の箱の中ではありますけれども、あまりそこ気にせずに先生のお知恵を今日はいろいろ吸収していってほしいかなと思います。はい、ありがとうございます。ちなみに、平賀京子先生は、昨日の朝一にも出演されていらっしゃいまして、ヨガの先生でいらっしゃいます。もともとはヨガを始めたきっかけは、もともとは金融機関で働いていらっしゃったんですよね。そこから、はい、ヨガに転向されて、幅広く先生もビジネスマン向けだったりとか小学生向けだったりとかのヨガをされていらっしゃいます。はい、そこら辺もちょっとだけまた教えてください。合わせて、はい、もともと今日本橋の方でヨガスタジオしてたんですけども、こんなご時世なので今スタジオの方は3月2日からクローズしていて、で今はオンラインの方でこのズームの形を使いながら私とあと4人ぐらいの先生で教えているという感じですね。あとは今このレジレンスっていう箱の中で小学校にヨガを教えたりとか、昨日ちょっとテレビでも紹介されましたけども、子どもたちのこのメンタルヘルスのためにアメリカでは役立ってるっていうね、そういう研究結果もちょうど紹介されていましたけれども、同じようなその呼吸をゆっくりするっていうところにフォーカスしたようなヨガをアメリカでもやってると。でちょうど私たちが活動の中で板橋区の小学生に向けても呼吸をゆっくりするっていうことにフォーカスしながらやってて、子どもたちの心落ち着いてきたよねっていうところがあるんじゃないかなと思います。あんま紹介になってないけど、はい、いや素晴らしいなと、すごく素晴らしいなと思ってまして、オンラインでヨガするのと例えばビデオをテレビにつけてヨガをするのではそのオンタイムにするかしないかの違いってやっぱりあって、先生は、すごい朝早い時間でされていたりとか、じゃあそこで生活リズムも取り戻しながら、空間を超えた形で一緒にヨガをやっていくって、私はすごく素敵な試みをされてらっしゃるなと思っているので、なかなかちょっと私夜型な人間で朝起きれないでまだ参加はできないでいるんですけれども、でも本当にこうバーチャルでつながってヨガをしていくっていうのも素晴らしいなと思っています。はい、でそんなところで、京子先生が小学校で教えていらっしゃった先の小学校で校長先生をされていらっしゃった本間先生もご紹介させてください。じゃあ本間先生も、ご自身でちょっと自己紹介をお願いしてよろしいでしょうか。はい、皆さんこんばんは、本間真嗣と申します。平賀先生の
朝一とても素敵でした。ありがとうございました。やっぱり今やってることって価値あることだなってことを再認識させていただきました。私は教員を39年間小学校でやっておりまして、最後は校長やってたんですけども、その天津若小学校という全寮制の学校に平川先生がいらしていただいたことで、この学習の方に加わせていただいております。今の状況っていうのは本当に困難な状況ですが、困難な時ほどやっぱり自分を知る機会だということでよく考えなきゃいけないと思います。教育現場にいた人間としましては、新たにこうあるべきだっていうものを問い直す機会になっていると思います。例えば私の前にマスクが1枚あった、その時にパッとそれを自分で取ってしまっていいのか、あるいはもっと必要な人がいるんじゃないか、どうですか、このマスクをどう使いますか、みたいなこともですね、今実際に教育現場で道徳の教材として十分、目の前にある問題、実践的な問題として目の前にあるわけです。消毒液がない、店を渡って歩くで非常に疲れます。しかし1本あった、その時にそこに10人人がいたら、その一本をどうすればいいだろうか。そんなこともですね、日常生活、学校教育でいろんな考えたことを生かして考えなきゃいけないということ、こんなこと初めてです。もう40年間教育やってましたけども、ここまで、東日本大震災もありましたけども、日常的に街でそういうことが問われるということがあったときに、いかに人間的であるかってことが、やっぱり教員であり、私たちに問われているんだろうなと思います。そういう面で、今日は上場先生の日常の自分のコントロールというものも含めてですね、勉強させていただきたいと思って今日はここに来ております。はい、先生が始める前にじゃあなんかそういうふうに肯定でもない否定でもないちょうどいい塩梅、何一つ正解はないけどみんなで何がいいのか探していこうよという、同じようにこう共に歩いていこうという気持ちになれればうまくやっていけんじゃないかなと思います。あの人が、あの人の言ってることおかしいよ、こっちが正しいよとかじゃないっていうことなんじゃないかなと思います。寄り添っていけたらいいかなと思う。そうですね。ということで、今なんとか私のところに、ファイルが送られてきました。はい、はい。ということで、では上馬場先生に、バトンを、移したいなと思うんですけれども、まずちょっと私からのお願いというか、前回からの続きで、前回の中で私が一番ちょっと心に残って早速やったことが、酸素飽和系、酸素飽和時計を買いました。で、毎日チェックをしています。前回、ご覧いただいた方々にとっては、もしかしてその音声がちょっと悪くって、それってなに、もう一回言いますね。酸素飽和度計と言います。で、これ何のために測るのか、測ることによって何がわかるのか、それでどうなったらどうしたらいいのかっていうことをちょっとまず最初に、前回からのおさらいというところで、上馬場先生に教えていただきたいなと思うんですが、お願いいたします。はい、前回ですね、一応、本間先生がやったように、今回の出来事っていうのは、一種の学びだというふうなことで、そんなに悲観的に捉える必要ないんじゃないかというふうな話、あるいは歴史をいろいろ見渡しますと、近々では1918年のイタリアじゃなくてスペイン風邪ですかね、それなどのありましたし、日本でももう7、8世紀ぐらいから何度も飢饉とか、こういうふうな疫病、さらに地震などもあったんですね。最近も日本で地震がありましたけど、そういうことがですね、実はネガティブに捉える必要は必ずしもなくて、ネガティブでもポジティブでもないというよりも、本当にニュートラルに捉えた形で考えても私たちを賢くしてくれるというふうな、そういうふうな話をちょっとさせてもらったんですけど、その中で具体的な内容がなかったもんですから、で具体的に、前回お伝えした
ことはまさにこれだと思うんですね。もちろん体温も測った方がいいですし、まあ、基本的には体温はもうみんなご存知だと思いますので、体温計も持ち出しですね。ただ体温が上がらない人たちも半数以上いるらしいんですよね。で、感染症学会の方でも発表があったんですけども、CT で、肺炎像がある、でも無症状というふうな、熱もないわけですね。ですけども、酸素飽和度は低いというふうな、まあ、大体 93% 以下であれば、肺に何らかの病変、あるいは心臓の病変も含めてですけど、あるんじゃないかなというふうに思われます。私自身はこれを日常でですね、特に高齢者の施設に週2回ぐらい往診に行かせてもらってるもんですから、基本的にもうルーチンで使ってるんですね。その中でこれを見ると高齢者が肺炎を起こしてるかとか心不全を起こしてるかとか、それがすぐ分かりますんで、まあ、今回のそのコロナに限らずですね、これから介護が非常に世の中で普及してくる、家庭の中で在宅介護みたいなのが、一般的になってくる中で、こういう機会は、簡単でですね、副作用もありませんし、ものすごくデータがですね、ブレるってことがないものですから、まあ、もちろん体温計、まあ、さらに、こういうふうな機械を揃えていただくといいんじゃないかなということで、まあ、前回のその皆さんが少し得する情報としてはこれかなと思うんですけど、今日はですね、もう一つ、得する情報をご紹介したいと思いますね。後でまたご紹介しますけど、あのバカボンって皆さんご存知だと思いますけども、バカボンって誰のことを言うか知ってます？バカボン、うん、バカボンのパパ、赤塚不二夫さん書いた、書かれた、はい、で実はこれサンスクリット語なんです。サンスクリット語から来てるんですね、はい、でサンスクリット語ではバガバンっていうんですけども、バガバンっていうのはですね、悟った人っていう意味なんですね。まあそういうバカボンのですね、バームっていうのをちょっと以前から作ってもらってまして、まあ、こういうもの、まあ、あるいはそのこれにはハーブのエッセンシャルオイルなどが入ってまして、そういう ハーブを使ったいろんなものの一つとして、こういうバカボンのバームを使ったですね、マスクの工夫をちょっとご紹介しようかなと思ってます。あのこれ無理にこれじゃなくても、いわゆるアロマセラピーっていうのが昔からありまして、まあ、名前自体は18世紀につけられましたけども、もう昔からですね、伝統医学の中では香りを使ったりしてるんですよね。まあ、そういうふうな香りの素材を使えばそれでいいと思うんですけども、はい、まあ、それで、前回もちょっとご紹介しましたけども、僕自身は感染症の専門家でもなくて、一応内科医ではありますけども、ウイルス学の専門家でもないんで、まあ、いろんな人たちの情報を得ながら、かつその中で、ちょっと温故知新の考え方とか、そういう伝統医学の考え方が足りないんじゃないかなというふうに思ってまして、まあ、それを付け加えて温故知新のセミナーというふうなことを皆さんにご紹介させてもらってます。ただあの基本的には現代薬の一種なもんですから、確かに現代薬は今まで感染症をかなり克服してきました。で今回もですね、実は、まあ、皆さんご存知かもしれませんけども、アビガンとかレムデシビルとかですね、そういうようなものがかなりこう効くんじゃないかというふうなデータも最近出てきてまして、非常に明るくなったかなと思うんですね。まあ、ワクチンはもう少し、作るのに時間がかかるかもしれませんけども、まあ、ただあのこういうふうな、抗ウイルス薬とか、ワクチンとかそういうのもですね、実は歴史をひも解くと、中国の古代とかそういうところからすでにワクチン、今の天然痘ワクチンなどは実は中国の方が先にやってたんだというふうな、ジェンナーの時代よりも19世紀のジェンナーの時代よりももっともっと前に、中国でなされたんじゃないかというふうなことがありまして、やっぱり私たちはここで、昔をこう振り返るっていうんですかね、さらに自分の、まあ、自粛の生活の中で
自分の今までを振り返る、さらにもっともっと、昔の自分を振り返るんですかね、まあ、そういうのがまさに、平川先生たちがなされてる呼吸法とか、あるいはメディテーションとか、あるいはヨガですかね、そういうことになると思いますんで、ぜひ、こういう機会にですね、そういう温故知新のことに対する理解を深めていただくといいかなと思います。まあ、それで、早速ですね、スライドがちょっと一応用意してありますので、スライドに従って話を進めていこうと思います。先生、スライド、はい、見せていくの、まあ、あので、はい、ちょっと待ってくださいね。ちょっと待ってくださいね。画面を共有します。あ、はい、画面も共有できていると思います。スライド出ましたかね。出ました。あ、はい、スライド、そっちの方でもしてもらってるんだ。はい、あ、でも大丈夫です、ウェバーバ先生が、はい、はい、こんな感じで、まあ、前回の話をちょっとこう復習しながらですね、前回、まあ、見つけをつけない話をさせてもらったんですけども、まあ、今回はですね、コロナウイルスのことをもう少し、ちょっと復習しようかなということと、まあ、対策として、自分のうちでできる対策で3つの話をしよう。第1弾、第2弾、第3弾でお話しようと思います。まあ、その中で、パカボのバームを使うとか、さらに事前免疫ということに対する皆さんの認識を高めていこうかなと思います。でさらに、まあ、最後はあの日常生活の仕方というのはインド伝統医学、古代インドの知恵で言えばディナチャリアというデイリールーティンですね、まあ、その辺のデイリールーティンの仕方に関して現代学の人たちも食事、運動、休養とか精神的なケアと言ってますので、それに関してもちょこっとご紹介しようと思いますけど、メインはこの赤いところですけどね、第1弾、第2弾、第3弾で話を進めていこうと思います。はい、で、まあ、今回、COVID-19 というふうな病気なんですけど、原因は SARS-CoV-2 という、SARS ウイルスと同じようなコロナウイルスが、この原因だと、 COVID-19 の原因だというふうに言われてまして、一般的には肺炎をよく起こすんですけど、まあ、上気道炎とか気管支炎とかそういうふうなところも起こすんですね。さらに私自身はちょっと感染症学会の論文など見てますと、他にもですね、心筋炎とか、と日本では髄膜炎とかですね、と肝疾患とか結膜炎なども起こすということで、まあ、ウイルスが体に入っちゃうと全身に散らばりますから、まあ、そういうふうな全身的な病気だということをよく心得ていただくといいと思います。ですから、まあ、必ずしも肺炎だけじゃないんですね。まあ、そういう意味では、今回皆さんに使っていただいているこれは肺炎の早期発見には役立つんですね。ただ、まあ、致死的な状況になるのは基本的に肺炎なものですから、これを使えばある程度 その早期発見ができるんじゃないかというふうに思うわけです。富川アナウンサーなどはですね、これをもっと使っているともっと早く分かったかなというふうに思っています。あと潜伏期間が非常に長いとかですね、潜伏期間のうちに人に移しちゃうんじゃないかというふうな非常に特徴があったり、あと味覚異常とか嗅覚異常が起こると、これインフルエンザであんまり起きないんですよね。はい、まあ、そういうような特徴があって、インフルエンザとの違いというのが、まあ、肺炎になる率が高いと、で気温には影響されないんで、まあ、シンガポールでも起こったりなんかしてますので、日本でもおそらく暖かくなってもインフルエンザのように発生率が下がることはないんじゃないかと。で大体 8% くらいが軽症だということですね。ただ死亡率は、インフルエンザの10倍から20倍で高いんですね。さらに重篤化する人たちでの高齢者と基礎疾患のある人ということですね。で、不健性感染の時、つまり、症状がない時の潜伏期間の終わる2日ぐらい前からですね、全然症状なくても他人に移すということが分かってまして、それで、子どもたちはそういうふうな状態になるんじゃないかということで、子どもさんが症状なくても外に出てこう遊んだりとか家に帰ってお年寄りに、会ったりなんかすると子どもたちからうつるんじゃないかということで休校とかそういう措置がなされてるんですね。さらに感染形式としては接触感染と飛沫感染というふうなことで、まあ、飛沫感染がですね、最近エアロゾル感染とかマイクロ飛沫感染というふうに
非常にその遠いところまで飛沫が飛ぶんじゃないかということが言われてまして、今日のテレビ見てましたら、ジョギングをするために公園などでこう走ったりなんかしてると、5メートルとか10メートルぐらい、飛沫が飛ぶらしいんですね。ですから、ジョギングとか散歩してるときも必ずそのマスクをしなくちゃいけない。マスクというのはだからかかるためというよりも、かからないようにするというんじゃなくて、人にかからせないようにするというふうな、そういう目的のために必要だということも言われてますね。まあ、こんな感じの特徴があるわけですけど、具体的にはだいたい潜伏期間が終わって発症しますと、1週間ぐらいこううじうじした風邪の症状が続くんですね。インフルエンザともう少し早くさっとこう終わるんですけども、であるところから、まあ、大体1週間ぐらいからですね、急に呼吸が苦しくなる。富川花音さんもそういう感じだったですね。おそらく酸素飽和度を測ってると、この辺からもうすでに異常が出てくるはずなんですね。ここの呼吸困難を感じるというのは酸素飽和度で90前後、あるいは90以下になりますので、93ぐらいというのはこの辺だと思うんですね。ですから早くお医者さんに行って早く処置ができると思うんですね。で、人によってはこういう人工呼吸の管理が必要になるということで、まあ、ECMO とかそういうふうなところまで人工肺まで使う人たちもおりますけど、まあ、日本には ECMO の台数とか使える人たちが少ないとか、さらに人工呼吸器も台数が少ないというようなことで、まあ、医療崩壊になるんじゃないかということが今心配されてまして、まあ、ほぼ東京都内はそれに近い状態じゃないかと言われているんですね。それでこれは私が書いた絵ではなくて、この方が書いた絵をちょっと借用させてもらってますけど、医療崩壊というのが非常にイタリアで起こったような状況なんですけども、もうベッドが、重症のベッドがなくてですね、人工呼吸器もないということで、ICU というインテンシブケアユニットというのが少なくなると、日本はイタリアも少ないらしいですけど、もう手をこまねいて亡くなる人を見てなくちゃいけない、あるいはトリアージと言いまして、この人はもう亡くなってもしょうがないという人はもう処置をしないみたいですね。非常にこう人間として、メディアルの状態になるというのが医療崩壊なんですよね。まあ、そういうことをしないためにということで、まあ、自宅で待機しなさいというふうなことを政府は言ってまして、まあ、これ自宅療養のハンドブックというのが東北薬科大学、医科薬科大学ですね、の各先生たちが出してますので、まあ、これよくご存じの換気とか手洗いとか、あと体温チェックとか、これ体温以外に酸素ワードチェックがないのがちょっと私としては残念だなと思うんですけど、はい、でウイルスは熱に弱いんで 80°C 10分間熱して洗濯するとか、さらに、腸で増殖するということも、まあ、全身に巡るということを今さっき言いましたけど、便に出ることもあるので、トイレの掃除するときにウォッシュレットをですね、を使うとパーッと水が出ます、水洗で水が出ますけど、蓋をしとかないとパーッとこう飛び散るらしいんですね、トイレの中にですね。まあ、そういうようなこともちょっと細かく書かれてるみたいです。ぜひ、見てもらうといいかもしれません。まあ、それで今日の話の第一番目ですね。はい、まずその第一弾というのは、まあ、今のようなこの酸素飽和度を測るとかそういうふうなことをすることで、自分のその体調に対する気づきっていうんですかね、まず自分がどうなっているかということを知るっていうことが非常に大事ですので、まあ、それで、私たちが研究してます伝統医学、特に、インド伝統医学などでは脈をこう見るということをやってまして、脈診ですけど、まあ、さらに、脈診の、まあ、延長上として酸素飽和度を見たらいい方がいいんじゃないかとか、さらに脈拍数もですね、体温が上がりますと脈拍数が、体温一度上がるごとに脈拍数が20ぐらい上がりますので、体温計でもちろん見てもいいんですけども、まあ、心臓の負担を含めて、分かるという意味では心拍数も見るといいですね。まあ、さらに不整脈、まあ、心臓にも影響するというのがこのウイルスでもありますので、不整脈の有無というのを見ると、不整脈が原因で突然死したかもしれんというふうな不明死の人たちもいるということも最近言われてますので、まあ、そういうことで自分で自分の脈を見たり酸素を見たり、まあ、体温を測ったりというのはこれからですね、非常に重要になると思いますので、ぜひ皆さん慣れていただくといいと思いますね。あと、まあ、先生、
脈が出てきたところで、これも前回脈診もっておっしゃってたんですが、私も含めて素人で、脈ってどう見たらいいのかっていうところも教えていただけると、これをちょっと中を他の人が使えばあれなんで、中をちょっとアルコールでちょっと消毒してもらった後、これに指を差し込んでもらうだけで、まず脈拍数が出ますんで、で自分で自分の脈を見るとね、ちょっとこう難しい方もいるかなと思ったもんですから、うん、これで、こちらの方が酸素飽和度で、こっちが心拍数ですね。で、ここの心拍数のこちらの方にですね、トントンとこう動くのがあります。これが脈の変化を捉えてるみたいで、まあ、それは規則正しく、来なければ不整脈ということになりますね。はい。まあ、そんな感じで、これで例えば今私測ったら73とかだったんですけど、ちょっとドキドキしてちょっと脈早い。いやいや、そういうのは70代、そうです、大丈夫です。あ、それ大丈夫の、90以上とかですね。はい、僕は今ちょっと緊張しまして100ぐらいになっちゃいましたけど、でも喋ったらなんかすると上がりますんで、はい、まあ、大体10だったら全然問題ないです。この後はまた行きませんしね。はい、はい、すいません、もう一度、何以上だった、100以上だったらちょっと90以上ですね。はい、90以上だったら気をつけた方がいいよと、はい、そうですね、はい、今私もほらドキドキしてますから、はい、ちょっと90で、この下に波があるの見えますかね。あ、これ綺麗に出てくるんですね。はいはい、こういうふうに今酸素飽和度は98ですけど、ちょっとドキドキしてるんで、発見も出てますね。はい、こういうのが出るタイプだといいですね。一緒にこう見えるかなと思いますね。普段はだいたい75ぐらいですね。私半倍か。緊張でも高くなるんですけど、体温が高くても一度体温が上がるごとに20心拍数増えますから、だいたい70前後ぐらいが普通の人として、90ぐらい上がったというのは体温が上がっていることにも場合でも、90以上になります。あるいは体温が上がってなくて90以上というのはやっぱり何らかの心臓の異常とか、まさに、肺炎とか、そういうところでも、体温が上がらない肺炎、お年寄りの無熱性肺炎がなんかあったりしますし、とにかく心拍数がですね、ある程度正常、酸素飽和度も正常というような状態を確認するというのは非常に大事かなと思いますね。じゃあ先生はやっぱりおすすめとしては、この酸素飽和度計はお手元に、持たれた方がいいんじゃないかなっていうこと、はい、私ちなみに自分用で、あと家族、私 の大阪に住む両親にも送ったんですけど、一人一台じゃなくても家族で一台っていう形 で大丈夫だと思いますね。ただまあ、はい、傷先を突っ込みますから、中をこう掃除、アルコールでね、アルコールで消毒した方がいいと思いますけども、まあ、家族だったら。ちなみに私はアマゾンで買いました。楽天で買おうと思ったんですけど、ちょっと楽天派なのでなんですけど、1台あたりすごく高いくなってて、ちなみに今これは7000円ぐらいで買いました。まだ安いですね。私も7000円ぐらい、やっぱこの波動が出てるのがちょっと高くて、うん、波動が出てないやつは5000円ぐらいだったと思います。はい、うんうん、まあ、こういうのに慣れていただくっていうのがですね、私自身は、うん、まあ、これはお医者さんに任せるべきだとかね、そういうふうな認識をされる方もいるんですけども、うん、一般の人たちもそういうことに対する認識を持つべきだし、まあ、今回、特に自宅で養生しなさいとかですね、そういうふうな自粛生活をしなさいっていう中で、自分がどうなってるかっていうのはやっぱり知らないと非常に不安になると思うんですよね、うん、最近オンライン診療などができましたけど、まだまだ普及しきってはおりませんし、うん、まあ、仮にオンライン診療が普及しても、やっぱり自分の体は自分で守るという気持ちが、うん、一般の人たちにもっともっと守らないといけないんじゃないかなと私は考えてます。非常に同意します。はい、体温計だけじゃなくて、これからこれも一つ持って、うん、そうですね、あ、1個買えばご自宅に1個使えるわけなんで、うん、血圧計と同じぐらいいるかなと思いますね、はい、合わせて一家に1台って感じですね、はい、
まあ、ちなみに私たちは全然このメーカーさんと関係があるわけでもないですからね。はい、ご自宅、やっぱり自宅でできる、未病というかっていうところでおすすめ。そうですね、体温計も同じですもんね。体温計もそうですね。うん、はい、はい、まあ、それちなみにすぐにできない方のなんかこうよくこういうふうに測る方法もあったかなと思うんですけど、脈診はなかなか難しいですよね。はい、自分の脈に触れるっていうことは、うん、ここに脈頭骨動脈というのがありまして、そこに触れるとですね、とっくんとっくん打ってますね。これを触れるというのも実際にこのオンラインだとちょっと難しいかもしれないんで、あまり詳しくは説明してないんですけども、うん、平賀先生の教室で、話をしたりするときは自分で自分の脈に触れてくださいっていうふうな、そういうところから話を始めたりもしております。そこら辺に関しては、うん、多分やってると30分かかっちゃうんで、ですね、はい、それは別に先生から私資料もらってブログにあげます。はい、脈診の仕方、ね、こういうふうにね、3本の指でこう、うん、こう、ここを見ましょうっていうのよく、そうですね、出ますよね。はい、なんか写真イラストつけて今度ブログにあげます。はい、ありがとうございます。まあ、すいません、自分が脈が打ってるということはやっぱり自分が生きてるということなんで、それに感動してもらうといいかなと僕は思ってます。あと、まあ自分を知るということで PCR 検査が最近まだ日本に普及してないというのはやっぱりこれは問題かなと思うんですね。うん、ただ PCR 以外にもですね、うん、抗体の検査とか、まあ、さらに、うん、最近抗原を15分ぐらいで検査するキットなどを作ろうというのもありまして、まあ、こういう方法で自分がどうなっているかというのは分からないので、皆さん不安になっているんですよね。うんうん、まあ、それで少しでも脈とか、酸素飽和度で自分の状態がどうなっているかというのを理解すればですね、まあ、仮に酸素飽和度が、全く正常だったらですね、咳が出たり熱が出ても肺に行ってないんで、まあ、そんなにものすごく心配する必要はないかなと思うんですね。かといってお医者さんに行かなくていいってわけじゃないんですけども、でも低かったら93以下だったらもう即お医者さんに連絡して、まあ、PCR 検査を受けさせてもらうような帰国者相談センターみたいなのありますんで、帰国者接触者ですかね、保健所の方に。ただ保健所ももう電話してもかからない状態ですので、まあそういうようなことで自分の状態を知ったらその上でプランニングを立てようっていうね、プラン、自分の状態がわけわからないのにプランができないんで、自分の状態を知ってそれからプランを立てましょう。で、先生もう一ついいですか。はいはい、すいません、酸素飽和は私は結構いつも1年に1回の人間ドックで、うん、結構肺活量ある方で、今回も測ったら90、だいたい99で100出たりとかもするんですね。でも一方、例えば95っていう数字をパッと見出た人がいて、うん、で、96以上がいいよねっていうふうにあるんですけれども、普段からこう見ていると、例えばこう呼吸が浅いなっていうふうに感じたりしてるんです。例えば、これは京子先生のヨガの教室で呼吸ヨガなんていうところで、でメディテーション私もやったりするんですけど、1分間にだいたいこう一呼吸が吐いて吸ってを、2回ぐらい1分間でぐらいが目指したいところなんていう話をしたりしてるんですが、こう、96以上に上げたいなって思う人がこう日常生活でこう呼吸が浅いからちょっと低く出たんじゃないかなっていうところを ありますね。はい、踏まえるとどうしたらいいか教えてほしいです。はい、もうまさに呼吸法をトレーニングするのと、あとは禁煙とかホコリっぽい空気を常に吸ってるとか、そういう環境に注意しなくてはいけないですね。うん、あとは心機能が弱くても、まあ肺の肺水腫っていう肺胞に水がちょっと溜まる傾向にありますので、心臓の機能も弱い人がいるかもしれませんね。うん、で機能よく聞きますね。95ぐらいの人っていうのは喫煙者が多いですね。うん、まあ、ただ95だったら肺炎じゃないかっていうとそうではないかもしれません。うん、普段の状態を知ってて、いるといいと思いますね。普段99ぐらいのに、今日測ったら95だったっていうことになるんですね。うん、それで、95の人を少し高くするのには、まさに
深呼吸するとちょっとだけ高くなります。はい、あの昨日の朝一でもちょうど森田さんがこれを使ってスタジオで実はやった動画があったんですけど、そこは使われなかったんですけども、はい、これを森田アナウンサーが指につけたまま一緒にゆっくり呼吸やったんですよ。こう背中丸めです。でゆっくりしていくと心拍は下がる、酸素飽和度は上がる、心拍は最後80から、ね、65まで下がったんですよ、はいはいはい、酸素飽和度も本当に99までガンガン上がっていったんで、その場でゆっくり呼吸をするっていうだけでこの数値で言うとそれだけ上がったっていうことで、まあ、あの森田さんすごいびっくりされてたんですけどね。だから、まあ、ゆっくり呼吸するぐらいでももしかしたらいいのかもしれない。深い呼吸してあの酸素と二酸化炭素のガス交換が進むとこの酸素飽和度が高くなるんですね。ですから睡眠時無呼吸だとですね、この酸素飽和度をずっと測る検査方法を睡眠時無呼吸の簡易検査にしてる、システムもあるぐらいですね、うん、夜寝てるときにずっとこれをモニターしてですね、皆さんが、睡眠時無呼吸があるかどうかというのをチェックできるぐらいなんですけど、つまり息をずっとしない状態とか肺を動かさない、まさに浅い呼吸というよりも本当に呼吸をしない状態が続いていると、下がりますけどね。ですから上げようと思ったら肺の機能、まあ、肺活量も含めて心肺機能というんですかね、うん、心臓の機能も含めて高くするといいと思いますね、うん、ありがとうございます、はい、すいません。いえ、まあ、非常にこれ一つだけのですね、非常に長い時間説明するにはかかるんで、まあ、それをささっと言っちゃったのは確かに申し訳なかったですけど、まあ、それで、PCR 検査とかそういうので、あるいは抗体検査とかそういうのが出てくできてくると皆さんはもっともっと落ち着くんじゃないかと思うんですね。今やっぱりそれが全く日本があんまりないもんですから、非常に、動揺が広まってるんじゃないかと思いますね。そういうふうにして自分の状態がどうなっているかというのは分かるということがまず大事かなと。自分への気づきっていうんですかね、はい、でまあ異常だったらかかりつけの先生に相談したり、病院の発熱外来の方、まあ、熱があった場合ですね、一般の外来はもう最近は受け付けてませんの で指定された機関に行くと。で、まあ、お医者さん次第では結果、を見て、まあ、あなた自宅で待機しなさいって、赤江さんのようなそういう状態になったり、あるいはホテルで待機するとかですね、そういうようなことを指示されると思います。まあ、そういうふうにして自分のどうしたらいいかということを、プランを立てるために、まずは自分への気づきということで、簡単な機会をご紹介したんですね。はい、まあ、これ、玉井さんという人が書いてる資料をちょっと紹介してますけど、自分を知るっていう、まあ、この方は疲れてるとか眠れてるとか、病気の具合とかストレスっていう、こういうことはまさにヨガでは自分への気づきということで自分に問うということをよくするわけですけども、まあ、気功のヨガとかそういうところでも伝統的な考え方というのはこう自分を知るっていう、ね、自分の状態がどうなっているかというのを、まあ、主観的に知るわけですけど、もっともっと客観的なデータを私たちは取り入れればまさにそれが温故知新じゃないかなと思うんですね、はい。で医師会がPCR 検査をセンターを特に東京都内ですけどね、作るという、まあ、今まで10カ所ぐらいできたのかな、ここ数日で。で今度はですね、じゃあ、そういう状態になってまだ大丈夫だということになった時に、そのプランとして、まあ、自宅で感染予防しようっていうふうなことですね。でそれはウイルスがつまり体内に侵入するのを防ぐということなんですよね。ウイルスが体内に侵入するのを防ぐにはどうしたらいいか、で侵入経路がどこかっていうことで、まあ、言われているように飛沫感染、接触感染なんですけども、まあ、そのために3密を避けましょうとか、自宅にステイホームしましょうっていうふうなことが言われているんですね。で、飛沫感染としては4メートル程度で普通に話してても飛沫が飛ぶんじゃないかということも言われているんですね、まあ、それでソーシャルディスタンスっていうことなんですけども、今日のテレビ見てましたら、ジョギングしたりなんかすると5メートルとか10メートルぐらい飛びますんで、公園でジョギングされている方はもっともっと間を広く空けた方がいいみたいですね。あとマスクをして走るとか、あと大声で喋るとですね、声が大きい人は口腔とか咽頭のあるいは肺のウイルスがバッと飛ぶらしいんですよね。ですから大きな声を出さないっていう、まあ、そういうような感染経路のことを知っておいてですね、さらに、
ウイルスの前もちょっと言いましたけど、表面の構造というのが被膜、膜があるウイルスと膜がない、まあ、エンベロープと言いますけど、封筒という意味ですね、エンベロープ。膜があるウイルスとないウイルスがあって、コロナウイルスはこちらのエンベロープというのがある。エンベロープというのはあの膜ですけど、脂肪がかなり多いそうなので、脂肪を溶かすようなアルコールとか、あと親油性の物質、あと界面活性剤ですね、石鹸とか、そういうので破壊すぐされちゃうんで、こういうので洗い流したり壊したりすることができますよということですね。あともう一つ、コロナがどこにどういうふうに行って何分間ぐらいいるのかということで、まあ、ステンレスとかプラスチックとかいわゆる、まあ、一般のそのテープの上には2、3日いるんですね。ですから毎日掃除しなくちゃいけないですね。空気中でも3時間ぐらいはいるんじゃないかと。これが飛沫感染の元になるわけですね。ですから換気をしなくちゃいけないということなんですよね。で、まあ、具体的にはこんな感じですね。咳とかくしゃみするとパーッと飛んじゃうっていう。で、換気をすればいいということですよね。はい、あとは、ウイルスが非常にそのいろんな場所にくっついてると。それを手でこう触って接触感染するということなんですね。で、買い物に行くとこんなもの、エレベーターのところ、さらに自動販売機とかですね。で、郵便物についたり、さらに、食品をこう買ってきたときに、食材の上についてたりですね。まあ、いろんなところについてますよっていう、そういう理解は非常に、大事かなと思いますね。スイッチとかですね。まあ、こういうところを、あと、携帯、大分医療センターので、医療、の人たち、医療者が21人ぐらい感染したのは、タブレットを共有してたらしいんですね。タブレットの表面についてたということで、まあ、タブレットを共有しない、あるいはあの携帯を共有しない、さらに携帯をしょっちゅうあの洗うというふうなことが大事なんですよね。はい、まあ、それでそういうことを注意しないと医療崩壊、まあ、医療需要と医療供給がバランスが崩れちゃうというようなことで、今関東ではこれが起こりつつあるんですね。で、ソーシャルディスタンスが非常に、叫ばれてはいるんですけども、まあ、医療崩壊の特効薬なんですけど、非常に副作用があるということで、まあ、それで、副作用の中に社会的な痛み、まあ、いわゆる経済状態が悪くなる、あと精神的な、自粛ストレスということで、DV が増えたとかですね、あの肉体的な運動不足と、私の患者さんでも運動不足でちょっと糖尿病が悪化した人が何人かいたりしました。まあ、さらには、死に対する不安とかその辺もいたりしましあったりしまして、普段眠れるようにちょうど1年ぐらい帰った男性の方が眠れるようになったけども、このところまた眠れなくなったとか不安で眠れなくなったとか死に対する恐怖が出てきたみたいなことも言ってましたんで、まあ、ソーシャルディスタンシングなども含めてですね、今こういう副作用が出てると、まあ、それに対して個人の生活法がいいんじゃないかということなんですよね。はい、まあ、それで、生活方法の中 ですね、まずは、体内の侵入を防ぐ対策ということで、昔からなされている対策の2ですね、きれいにするという、まあ、これは日本的の伝統的な宗教意識ということでも行われてきたものがあるんじゃないかな、まあ、それがマスク、手洗い、うがいとか、あと着替えることも必要ですね。と日本ではもう当たり前ですけど、土足で室内に上がらない。あの土の床にもウイルスが、たくさん残っているということが中国で報告されてまして、おそらく靴の底についてですね、自宅にまで持って帰っている可能性があるんですね。ですから、土足で生活されている、西洋的な生活されている方は、もう、土足の部分と外から入ってくる靴の部分と家の中で履き物と区別しなくてはいけないということなんですよね。はい、で、まあ、そういうふうなきれいにするために使う素材が、まあ、さっき言いましたエタノールとか、さらに最近ですね、蒸留酒で、日本の蒸留酒で 65% とか 77% の蒸留酒が販売されてるみたいです。エタノールがもうなあの一般的にやったのがなくなっちゃったんで、65とか77ってのほとんど飲めないんですけど、こういうのがもあの昔からあったのを生産量を増やしてるみたいですね。まあ、こういうのでもいいし、あと漂白剤を薄めた次亜塩素酸ソーダでもいいですし、とさらに私たちは日本のその
まあ、ヒノキとかヒバから取れるヒノキチオールというのが、これはあの精油成分である、親油性の成分なんで、エンベロープを壊す作用があるんですね。あとユーカリとかラベンダーとかハッカとかそれでもいいと思いますね。まあ、さらには57度で、ウイルスが死にますので、壊れますので、60度以上の熱湯に、3分以上、まあ、80度で10分とか言って言われてる各先生もいましたけども、60度ぐらいだったら3分以上すれば大丈夫なんじゃないかなと思いますね。さらに最近、赤外線でウイルスを殺すというふうな装置も出てまして、以前は赤外線はですね、お肌 の, その発がんを流すとか、そういうことを言われてましたけど、ちょっとだけ、周波数を変えるとウイルスだけやっつけるような赤外線が装置が日本でできたみたいですね。まあ、こういうふうなものできれいにするということが、進められる対策ですね。はい、先生すいません1個だけ質問ごめんなさい、はいはい、外から帰ってきたときに例えば上着とか、花粉みたいなときにこう例えばはたくとか、あるいは自分のようにさっきのヒノキチオールの中スプレーをあの上着とかコートとかにかけるとかってそういうことっていうのは必要なんですか？意味があります？あの僕自身はですね、いわゆる手術室から、外に出てきたとき、あるいは手術室に入るときっていうのはそんなイメージで考えてもらったらいいかなと思いますので、まあ、はたく人またウイルスがパッとほこりで舞い上がっちゃうかもしれませんから着替えるというそういうことかなと思いますね。まあ、一番理想的にはあの一般の人たちがすぐできるものとしてあの雨がっぱですね、透明な雨がっぱで頭まですっぽりかぶれるものであの、まあ、ゴーグルもすればいいですけど、マスクをしてですね、それで外に出て、帰ってきたらマスクも変え、ゴーグルも変え、雨がっぱも変えるみたいな、そういうふうなことをすればもう最高ですね、一般の方はですね。じゃあ外で着てきたものをきれいな洋服と混ぜない方がいいってことですね。そうですそうですそうです。なのはもう外でもう玄関にかけておくとか、はい、かけておいた方がいいですよね。それをまた寝室まで持っていかないっていうことですかね。そうですそうです。私が住んでるところとか、でまあこういう着替えでウイルスがこういうのついてますけど、それをあの自分の口とか鼻とか目とかですね、そういうところをつけるとそこからウイルスがこう侵入しちゃうっていうことなんで、まあ仮にそういうのでウイルスがいても目とか口とか鼻に入らないようにしとけばいいんでしょうけども、そういうのはなかなか難しいですからね。はい。まあ、それで先生、もう一つ、はい、あの例えばその洗濯、私自身も外に行ってお買い物して帰ってきたら、そのまま着てたものはあの、とりあえず上のものとかはね、こう洗濯機にポンって入れて、で洗濯しようとしてる。洗濯機自身が、例えば、その60度以上のお湯を出さないというか、もうなんか全自動の洗濯機だったりすると、あ、乾燥機でもいいじゃないですかね、うん、あーそっかそっか。あとはあの、可燃活性剤自体でウイルスが壊れますので、うん、洗濯するだけでもいいんですね、うん、洗濯するだけでも大丈夫、可燃活性剤ね、はい、うん、石鹸でですね、はい、わかりました。それでついつい私たちはこういうふうなところに触れちゃうんで、こういうお祈りのポーズというのを勧めている先生もいます。まあ、これはあの、手術の時にね、よく手術室に入って、手も洗って手袋もしているのにいろんなところ触れちゃうといけないんで、こうしてやるんですね、はい、まさに、前回もちょっと言いましたけども、まあ、最後のその天とつながってるというねそういう宗教的なポーズでもあるかもしれませんね、はい、すみません、また戻してるんですけど、はい、一般的な洗剤っていうのはその界面活性剤っていうのは入ってるんですか？そうですそうです、入ってます。あ、分かりました。はい、界面活性剤があるんで油が取れちゃうんで、油が取れればいいっていうことですよね。だから単なる水だ、ぬるい水だったら問題かもしれません。ありがとうございます。界面活性剤入ってなくても熱いお湯で洗ったりつけとけばまたいいかもしれません。80度 C で10分っていうのがありましたけども、まあ、60度 C で3分以上つければ大丈夫だと思うんですけど、はい、でこんなポーズをしていくと。あとペットもですね、飼ってる方いると思うんですけど、飼い主から感染することがあるらしくて、ペットからは、まあ、人に感染したって報告ないらしいんですけども、ペットにあのマスクをしてる人がいましたけど、
ペットも実は非常に重要な家族の一員だという人も多いんで、ペットをかからせないためには非常に注意しなくちゃいけないということと同時に、ペットがですね、足とか毛にそのウイルスをくっつけていることが多いと思いますので、ペットが外から帰ってきたときにきちんと足の裏もね、しっかりとこうアルコールで拭くということが必要かなと思いますね。はい、あとマスクのことなんですけど、マスクの効能っていうのはですね、まあ、あの体を異物を外から入れないっていうふうなことで必要なんですけど、最近は異物が入らないというよりも人にうつさないっていう、もうすでに自分たちは持ってるもんだっていうような、そういう理解で、いていただいた方がいいんで、自分も不健性感染でかかってるかもしれんと、で、そういう状態でも人にうつしうるというね、発症する前の2日間は、感染能があるということが言われてますんで、症状なくしてもうつすことがあるかもしれん、で自分がうつすかもしれんっていうようなことは、特に若い人たちの場合は理解していただいて、人にうつさないような効果はきちんとある程度あるんじゃないかと、きちんとって言ったらですけど、で、自分がうつされないような効果っていうのは非常に難しいっていうんですね、まあ、ウイルス の粒子の大きさと、マスクの不織布の不織布の粒子の大きさも100倍かそのくらいに違いますので、まあ、そういうことで、うつさないようにされる効果はないにしても、人にうつさない、うつされないようにする効果はないにしても、人にうつさないという効果はまずあるんですね。と同時に、あとでちょっと紹介します、自然免疫というものをマスクというのは非常にこう促してくれるんじゃないかと、これは鼻呼吸も同じじゃないかというふうに思うんですね。鼻とか、は鼻で呼吸しますと、鼻の中のラジエーターで空気がですね、乾燥したり、冷たい空気が、温められて湿り気のある体に優しい空気になりますので、この気道の繊毛運動という体をきれいにする体の自然な免疫の働きがあるんですけど、それがですね、マスクをしたり鼻呼吸をすると、自然な気道の繊毛運動による自浄作用と、自分の体をきれいにする作用というのが促されるというんですね。まあ、それで、ウイルスがこの気道にとって入ったにしても、繊毛運動でこうかき出されて、胃の方に降りて胃の胃液で殺されちゃうみたいなね、そういうのことがあるんですね。あとさらにマスクをした場合に、マスクの、まあ、外から入らないにしても、口の中から出ないにしても、こうウイルス活性を高めるような、そういう方法というのがあり得るんじゃないかというふうなことで、まあ、実際に銀繊維で、銀というのは抗ウイルス抗菌作用があるらしいんですけど、銀繊維をこう中に入れたマスクなども作っている人いますけども、こういうふうなマスクのですね、内側にこんなティッシュをですね、こう置けばいいんじゃないかと。このティッシュに、いつも私たちこういう赤羽のバームっていうのを、これヒマラヤの蜜蝋が入ったりしてて、ネパールの子どもたちに収益の一部が寄付されるんですけど、ネパールにも大変だと思いますけど、こう綺麗な綿棒でですね、こう取って、で、この内側に入れるティッシュもこう綺麗な状態で取って、こういうふうにして薄く塗るっていうんですかね、まあ、あるいはヒノキチオールをここにシュッシュッと吹っかけても構いませんけども、はい、まあ、そうしますって、このマスクの裏側にこう当てると、これでこういうふうにして、今ちょっと手しか見えますけども、こうするとですね、外から入ってくるときにこういうマスクの中の、まあ、今はレモングラスとかレモンバームが入ったり、ユーカリも入ってますけど、これには精油成分が入ってますんで、エンベロープを持つウイルスに対していいですし、メントールもそうですね、はい、で、メッシュが若干小さくなりますから、外から入ってくるの、外から内側から出るにしても、出にくくなるかなと思うんですね、少なくとも外から入ってくる粒子に関しても、まだエビデンスがあるわけじゃないですけど、かなり入りにくくなると思います、まあ、若干、息苦しくなるから、
こういう状態では走ることはできないかもしれませんけども、はい、まあ、そんな感じでですね、マスクをちょっと工夫してもらうといいかなと。でさらにマスクの品切れ対策ということで、自分でこうマスクを作るとかですね、今日もマスクを作ってもらった人たちから寄付されたマスクがあったんですけど、ちょっと持ってくるの忘れちゃいましたけど、まあ、そんな感じでですね、マスク一つを取ってもいろいろこう伝統的な工夫とか、まあ、さらには家族で、マスクを縫うとかですね、そういうふうな、まさに おばあちゃんがやってくれる、まあ、おばあちゃんのところにすぐ行かないにしてもお母さんがやってくれるとか、まあ、お母さんも大変かもしれませんが、自分で子どもたちがマスクを縫うとかですね、実際にマスクを縫った12歳の子どもたちがいましてですね、自分の8万円ぐらいの貯金をはたいて200枚ぐらい作ったっていうふうな、素晴らしい女の子がいましたけども、まあ、そういうふうにして足らない足らないと言ってなんか奪い合うだけなく自分で作れますん でそれにこういうふうなマスクの効率化性を高めるような処置をするとですね、いいんじゃないかな、まあ、こういう時に、まさに足らないものがあることで、必要は発明の母というふうな感じでですね、いろんな知恵を働かせればより新しい発見もあるかなと思うんですよね。はい、あ、これがこんな感じですね、はい、きれいにしてでちょっと塗った後幅広くすると。で実際にこれ何人かの人にやってもらったんですけども、非常に精神的に効果がですね、落ち着くとかいい香りというような人たちが特に女性では多いですね。あと花粉症の人にも非常に良かった、鼻がスースーするという、まあ、そんな感じのマスクの調、工夫というのもいいかなと思いますね、はい、あとアロマがペストの流行も咲いたということよく言われてますので、まあ、このマスクも結局アロマを塗ることになりますので、はい、あと体内の浄化方法という中にですね、今マスクで外をきれから入らないようにするとかそういうことを言いましたけども、実際に体をきれいにするということで口の中とか顔の皮膚をきれいにするということで、まあ、うがいをしたり石鹸で洗うと、お湯で洗ってもそんな熱いお湯にならなくなりませんので、やはり石鹸で洗った方が顔についたウイルスが出る、除かれると思いますね。あと咽頭粘膜に 3,4 日間ウイルスが滞在してるんじゃないかということも言われてますので、まあ、用途でこうわーっとうがいをするというのは必要でしょうね。あとは鼻洗浄という鼻水にウイルスがたくさんいるということはよく言われてますので、お湯を出しながら鼻を噛んで鼻腔をきれいにするとかですね、あるいは生理食塩水とか重炭サナトリウムで鼻うがいをするという、鼻をこうヨガではジャラネイティって言ってますけども、よりはこのままの状態でシュッシュッとこう入れる重炭酸ナトリウム水を入れるようなそういう装置も売られてますので、まあ、とにかく鼻も含めてきれいにすると、さらに口もきれいにするっていう、まあ、これは伝統的にはごま油とかココナッツオイルでうがいをするっていう、こういうオイルでうがいすると親油性のこういうエンベロープなどは油ですから親油性のもので溶け込んじゃいますので出やすくはなりますね。さらに、タングクリーナーっていうふうな、あれは舌ブラシで舌を掃除するとかですね、まあ、ちなみにそういうふうに掃除すると大腸の細菌層も正すことになって免疫も高めるということが、推定されます。で実際にですね、こういうコロナバイラスの肺炎になった人たちってもうすぐ下に苔が生えてるんですよね、まあ、そういう苔が逆にその胃腸とか腸を悪くして自然免疫を落としてそれで病気を悪化させるんじゃないかということを推定されますので、こうなった時は舌をきれいにするっていう舌ブラシっていうのはちょっと今紹介しきれなかったんですけどもありますので、それできれいにすることを朝晩やるといいですね。これ実際に NHK でも朝一ではないんですけど東洋医学の力みたいのでやったことがありまして、13人ぐらいの人に朝晩この舌ブラシですね5回6回こうきれいにするんですね。そうするとお腹の調子も良くなった、胃腸の調子も良くなった、胃の調子も良くなったというようなことが言われています。口の中をきれいにするということは、まあ、ウイルスがこの辺にいるということもありますけども腸にもいいということなんですよね。あとさらに気道のケアということでタバコは吸わない方がいいしきれいな空気を吸いましょうっていう、で衣服は外から例えばできるだけ着替えると、あと口底とか床の清掃とかね、あとマーケットから帰ってきた飲食物も非常にこうもう汚れてると考えて、正常にした方がいいですね、はい、それはちょっと今さっき言いました。で、
体の中に、入ってるウイルスを、まあ、少し少なくするとか、そういうふうなことで、実際ハーブティーを飲むっていうのもあったりしまして、ホーリーバジルっていうふうなハーブティーをご紹介したことがありますね。あと緑茶もいい、緑茶のうがいもいいということをよく言われています。さらにエキナシアっていうふうなものがありまして、これは自然免疫を高めることになりますけど、はい、でこういうふうなホーリーバジルとかですね、そういうのがあったりしますので、そういうのを飲むことで、体の中の浄化する力が高まるっていうことなんですよね。で、ヒノキチオールのデータは私たちは持ってないんですけども、実際にこういうふうな報告を、あ、これですかね、はい、コロナウイルスに対する効果を紹介している人がいますので、ぜひ、購入されたい方はされると言ってます。ヒバという、能登ヒバとか青森ヒバってい う, もう、日本であんまりこう、メインでないような間伐材みたいなものが、そういう精油成分を含んでますので、ぜひ、林業の振興のためにいいかなと思いますね。あと、トゥルシーというのは、ホーリーバジルなんですけども、非常に精油が多かったり、ポリフェノールもあったりして、非常にいいということが言われてるんですね。こんな感じで、家庭で栽培もできますので、生の状態で、ハーブティーにしたりとか、練ったりしてもいいということが言われてます。まあ、いろんな働きがトゥルシーありますので、はい、で3番目が自然免疫を活性化するということなんですけど、これはちょっと前回ちょっと紹介しなかったし、皆さん免疫を作らなくちゃいけないというふうな話で、よくワクチンとかね、そういう話がありますけど、実は私たちの体には自然免疫という形でですね、生まれつきそのあった抵抗性があるんですね。で細胞としては好中球とかマクロファージとか、これがこのエキナシアとか、そういうふうなものが活性化するわけですね。NK 細胞なども実はそうなんですね。さらにインターフェロンなどがありまして、こういうようなものが備わっていることで、実は異物を除去する働きがすでにもあるんですね。で獲得免疫というのは、特にこのコロナに対する免疫ということなんですけどね。で実際にこの鼻腔を通過するものは粒子が除去されたり、こちらの常在菌の細菌層がここにいることで、ここにウイルスが住めないとかですね、あるいは専門運動でこう出すようになっているのが気管支、気道系とかですね、あるいは胃の酸とか、あと腸の細菌層が非常に自然免疫に関係している。だから腸の状態も良くしなくちゃいけない。というようなことで、こういう自然の感染防御機能をですね、もっともっと高めなくちゃいけないです。そのためにも体を冷やしたらいけない。循環を良くしなくちゃいけないですからね。で、あとさらにエキナシアノンとか、まあ、さらに解熱剤でなくて漢方薬で、風邪を症状に対処した方がいいというふうに思いますね。まあ、さらにはよく言われている規則正しい生活という中で、アルベダでこういうディナチュアルやってまして、一日の生活を規則正しくしてくださいと。その中で、朝起きたときは脈を見たり、まあ、酸素波動を見たり、採用する。でその後ヨガをしたりとかですね、呼吸をしたりで食事をして、最後にまた夕方もヨガをしましょうというようなことが勧められています。これがディナチャリア、デイリールーティーンですね。こういうことをですね、ぜひやってもらったらいいと思いますけど、具体的にはちょっと今この中では紹介できないんで、また平賀先生の方から話を聞いてもらうといいですね、はい。まあ、ただ、その時に3密を避けて行わなくちゃいけない。今さっきジョギングをするにしても5メートルとか10メートル開けなくちゃいけない。まあ理想的には10メートルぐらい空けなくちゃいけないということが言われているということをちょっと言いましたけども、まあ、そのためにオンラインの運動とかオンラインヨガがいいかなと思いますね。で運動する場合はですね、単なるジョギングだけじゃなくて、エアロビックスという有酸素運動、まあ、これがジョギングなどになりますけど、心肺機能を鍛えるんですけど、ストレッチとか筋トレも同時にやらなくちゃいけないですね。でこういうふうな体のねじりの体操などを私たちは進めています。その時に呼吸と連動してやってほしいというふうに私たちは考えてまして、まあ、酸素波動が少なくなる原因が肺にも浅い呼吸が一つ原因じゃないかということも、光さんが言われてましたけど、まさにそうなんですね。で呼吸というのは自律神経系調節する働きもあるし、情動にとっても必要だと。リラックスさせるするためにも呼吸をゆっくりするといいとかですね、あるいは全身の循環を促す働きがあります。体を温めるというのとほぼ似たような効果がありまして、非常に、呼吸というのは呼吸ポンプというふうな考え方もありまして、循環を促すポンプになっていると。心臓は動脈のポンプですけど、呼吸ポンプというのは静脈の流れを促すポンプになるんですね。こういうふうな理解をですね、この呼吸を
肺とか呼吸を注目されている今の時代に、私としてはちょっと皆さんに理解していただきたいなというふうに思いますね。あと食事に関してはバランスよく糖質、脂質、さらに、タンパク質もしっかり取らなくちゃいけない。ただ食事の量をですね、たくさん栄養を取りましょうとよく言いますけど、消化する力に応じた量を取った方がいいと思われます。これは伝統的によく言われているんですね。中国もインドもそうですけど、あとまあこういう三大栄養素以外にですね、ビタミン C、D、亜鉛、セレン、マグネシウム、これらはですね、ある程度サプリでしばらくの間補った方がいいかもしれません。さらに食物繊維、あとプレバイオティクス、プロバイオティクスという、乳酸菌製剤とかオリゴ糖とか水溶性の食物繊維とか、まあ、さらに腸管免疫を活性化する、まあ、ホーリーバジルもそうなんですけど、キノコとか海藻などは腸管免疫を活性化する、これ自然免疫ですね、はい、あと AC2 状態というのがコロナウイルスの入り口になってくるというと言われてまして、解熱剤などはそれを、増やしちゃうことで、体にウイルスが入りやすくするんじゃないかとか、あとは高血圧の薬、糖尿病の薬もそうするんじゃないかということが推定されてるんですけども、逆にですね、日本のごまとか海藻などこれをこう少なくするということが言われてまして、日本の和食が非常に重要かなということが推定されますね。あとまあ最後リラクセーションということで、音楽とか香りなどを活用するといいですね。で、平川先生がなされている、朝のオンラインヨガなどでは呼吸法とか瞑想されてますので、ぜひそれをまた参照にしてください、はい。とまあ、最後にちょっと睡眠が大事だということで、睡眠を良くするためにはですね、入浴とかマッサージがいいんですね。で、こういうようなマッサージを私たち進めてまして、頭のマッサージ、耳のマッサージ、手のマッサージ、足のマッサージ、これ自分一人で自粛生活、あるホテルに一人で滞在しなくちゃいけなくなったときは非常に簡単にできますので、特に頭のマッサージをですね、皆さんに簡単にご紹介しますと、頭ってこういうふうないろんなツボがあると言うんですよね。まあ、それを意識する必要は必ずしもなくて、このこめかみのところからこれが大体痛いことがありますので、こういうところをですね、こうマッサージしたり、まあ、さらにここに肺がありますけど、まあ、この辺からこういうふうにマッサージしたりですね、さらに緊張すると顎が疲れますので、こういうところもこうマッサージしたり、でここの顎とかこめかみをマッサージするとですね、首の凝りも違ってくるということが言われています。私たちそういうふうな関係性をよく患者さんにはから体験してますけど、まあ、そういうようなことで首が痛い、肩が凝るという場合は頭のマッサージから始めるといいですね。さらに同時にここに耳がありますので、こう耳をマッサージしたり、耳の中には自律神経系の嗅神繊維がありますので、こんな感じでですね、耳たぶをこう引っ張ったり、あと耳の穴の中をこう掃除する感じで、さらに耳垢というこのちょっと飛び出るところがありますけど、そういうところもこうマッサージすると全身をマッサージすることになりますし、自律神経系をこう活性化することになります。まあ、これは副交感、これは交感神経という感じなんですね。まあ、こういうようなことをですね、寝る前にやっていただくとより、眠りやすくなるということはすでにいろいろ言われています。まあ、それは足も手のひらもそうですね。まあ、そういうようなことをやっていただいて、まあ、最後に呼吸法をして、マインドフルの呼吸、マインドフルネスの呼吸ということで、私たち、まあこれは、まあ、平川先生の方で、なされていると思いますので、それを参考にしてもらうといいですけども、まあ、これによって心を静めるということをすると、まさに前頭前野が活性化したりですね、頭皮質が活性化して、さらに、扁桃体もあまりその大きくならないということで、衝動、衝動に支配されにくくなるというようなことで、非常に衝動的になってわーっとまあ何かをするというようなことも書き込んで、なんかいろんなものを書き込むとか、そういうようなことも少なくなると思いますし、はい。まあ、こういう頭のこうケアというのは非常に大事なんですけども、ついつい私たちはあまりこう認識されてないんで、おろそかにしがちなんですけど、まあ、最近 Google もですね、こういうマインドフルネスをやってますし、ヨガの中のいろんな方法は結局マインドフルネスをもたらすものでもあるんですよね。はい、ということで、マインドフルネスの方法をですね、ぜひ、まあ、平川先生あたりから学んでもらったり、まあ、さらにこういう三点マッサージとも言いますけど、頭、耳、足、手ですね、まあ、
耳を含めたここで頭、これ足っていう3点ですね。それのマッサージもちょっとこのコロナで自粛されてる間にいろいろこう自分で試していただいてですね、で実際にこうマッサージをする前後でこの脈を見たりとかですね、そうすると体の中には反射が体性自律神経反射っていう反射のがありまして、これマッサージすると心拍数が下がるんですよね。あと気分もこうリラックスしますけど、楽になりますけど、そうするとこの値が下がってきたり、酸素飽和度が下がっ、暖かったりしますね。はい、あ、先生、ではちょっと時間がまた過ぎてしまっているので、はいはい、どうもありがとうございました。なんかもうちょっと情報がすごくたくさんあって、はい、皆さんお聞きいただいた方の中で、チャットでご質問くださいねというふうにさせていただいてたんですが、今回ちょっとどなたからもご質問はないんですけれども、うん、一応こう、シークエントに、ウィークリーに毎週、18時から19時でというふうに、このお時間持てたらいいかなと思っておりますので、はい、はい、ぜひ次回また、今度はマッサージ第3弾ぐらいからやりますかね。そうですね、うん、を、実践でやってみようだったりとか、はい、ね、いうところも、踏み込ませていただいたら嬉しいなと思っています、はい、今回ご覧いただいた方、もしくはこれで、これからあの録画をまた YouTube で上げていきますので、その中でもう少し詳しくこのあたり聞きたいよという方は、次回の18時までにメールで、ご連絡いただけましたら、そこを中心にお話を進めていけたらなと思っております、はい、という形でよろしいでしょうか。はい、今チャットのところ、皆さんが見えるところにもチャットあると思うんですけども、チャットのところの右の点々点っていうところをクリックするとチャット保存できます。なのでそこで情報を保存してもらいながら皆さん役立ててほしいと思います。で、今日のこのパワポ PPT ですけども、ブログの方で上げていきます。で、私でも説明を補足できる部分はブログで来週まで待たずに少し情報を加えていきたいと思います。で、それを含めた上でまたウェバー先生と来週火曜日に少し今度は実践も含めながらお話をできればいいかなと思ってますので、そちらも合わせてご覧ください。はい、ということで、詳しいところはまたブログの方を見ていただきつつ、また来週まで、で、オンラインでやる目的というのは、見ていただいた方々から、オンタイムで、ここ聞きたいなとか、ここ突っ込んでほしいなっていうところも、はい、進めていけたらいいなと思ってますので、ご覧いただけていらっしゃる皆さんからも、どんどんご質問いただければ嬉しいなと思います。ということで、上馬場先生、今回もどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ご覧いただいた皆さんもどうもありがとうございました。本当ありがとうございました、はい、ということで、これで、今回を終了させていただきます。ありがとうございました。私はマッサージから行きましょうね。はい、はい。